ばんは。こんばんは。携帯めっちゃ触ってる。雑な始まりましたね。こんばんは。どうも、感激部です。今日も感激部やりますよ。はい。はい、じゃあ、001番の泉です。よろしくお願いします。002番の立花です。よろしくお願いします。003番の竹野です。よろしくお願いします。あ、3発しましたね。すごいね。ちょっと興味深いですね。ちょっとめんどくさいな、ね、なんか絡み方が汗出ちゃうね。すげえめんどくさい。そんな感じでしたっけ。ちょっと違うことやってみよう。なんでかも、全然いいですよ。なんでそんな感じしたの。え、うん、役作りです。あ、そうなんや。キレの役がそんな感じの役。方向性としては、じゃあ前の髪型というか、もう伸ばし倒してたやんか、うんうん、前ボッサボサやった、うんうん、それちょっと怪しすぎるなってなって、はあはあ、役的にね、うんうん、もっとこう爽やかな感じの方がいいのに、うんうん、ちょっとなんかそんなん急に来たら引くから、ちょっとなんとかしてってなって。ああ、なるほどね。切っただけですけどね。ヒゲとかないの。ヒゲはまあその時々で切れるんで、うんうんうん、まあその時々で。これが今爽やかな状態なえ、いや、じゃあ変な意味じゃないけど、うん、これが爽やかな状態なの今。前に比べたらね。前と比較した場合、投射比です。あ、なるほどね。うん、もっと爽やかにするとやっぱひげはない方がいいんじゃないかとか、そうだ、そうだ、ありますけど。うんうん、え、マックス値というわけではない。マックス値ではないですね。それだけ、それだけで今言ったの。あ、まあ、いいけど、はい、あ、いいよ。なんか、いや、近況報告から。近況報告からいつも入りますから。泉、うん、さんは最近。俺何してたの。俺仕事しかしてないからさ。そう、何してたかな。あ、あれに出た、あの階段をね、朗読してきたの。そうや、そうそう、その話階段書いて、打ち合わせの時もしてた。うん、そう、ほんで夜中ね、朗読するみたいなやってて、うん、でそれ使った、使った感激部で作った階段、感激三昧で階段のね、感激部でね、話そうみたいなのがあって、うん、でその時に作ったやつそのままパクってきてそう、僕らの、ね、ものだから、ちょっとそう、僕らのもんやからね、うん、まあ読んだけど、ちょっとでも、うん、そのままやったらあれやから、うん、まあまあまあね、変えて、うんうん、なんか結局は人間が一番怖いみたいな、うん、あるやん、うん、あれにしたよくあるわやつ、うん、あれにした。どうでしたか。どうやったのね今日は。分かんないよね。例えば、うん、あのコントとかの場合やったら、うんうん、笑ってくれるってのもあるけど、お化けとかの場合は、うん、なんか分かんないよね。あ、ビビってんのかどうか、シーンってしたりしますからね。めっちゃこっちが怖いですほんまに。こっちが階段になっちゃうみたいな。すごいな、じゃあ、うん、あの人は、あのおじさん、いつも階段するおじさんは、あのこのひげの誰や、名前忘れて、稲川淳二、え、稲川淳二はもうリアクションずっとわからないままずっとやってるってことやろ。もうあれはあの人好きやもんね、あれが。ああそうか、まずそこか、ありきか、うん、分からない全然。じゃあ、もういいの、この人いかんもん、この人プログラムとかはい、じゃあやりましょう、始めましょう。ダラダラしたんじゃなくて、ちゃんと身のある話をしましょう、今日も。はい、今日も違うの、もうなんか、ちょっと噛み合わせるな、ごめんな。身のある話するつもりですか。そうです、そうです。あ、そうですか、分かりました。じゃあやりましょう、はい、本日のテーマは、はい、何でしたっけ。金ですね。金ですか。ざっくり言う、ざっくり言う、金と演劇、金と演劇ということで、はい、2対2の番匠さんをね、はいはいはい、お呼びして、はい、500聞くところによると、ね、以上のね、そう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 、赤字があるという、うん、あるから、その2対2の赤字をどう返済していくのかっていうのを、うんうん、そうです、そうです。僕らが勝手に、うん、勝手にね、思って、で、きっとお金を儲けてるんじゃないかという劇団の方をお呼びしてその言い方エグいね。それで呼ばれるゲストの方はちょっと、お金の匂いがする劇団の方をお呼びして、うん、そういうことですね。どうしたらいいですかっていうのをみんなで話すという会です。いい企画ですね。いい企画。じゃあ、ゲストを呼びに来ていただきましょう、はい、どうぞお願いします。どうぞどうぞ。すごい、すごいアクティブ、今まで一番アクティブな。じゃあこちらのカメラにですね、自己紹介をお願いします。順番に、はい、はい、劇団 ZON の代表をやっております川瀬仁志です。よろしくお願いします。これどっち向くのが正解ですか。こっちです。今こっち向いてくれる時もある。どうもこんばんは。最近劇団と呼ばれ慣れてきました、ブラックタイツというのをやっておりますまえちゃんです。どうぞよろしくお願いします。
さあということで、今回の問題ということですね、自己紹介さあ、ザ・新体制の、代表番所です。どうぞよろしくお願いします。大丈夫よ。大丈夫です。優しい。全然。というわけでですね、そうですね、このお三方をお呼びして、お困りね、演劇のお金っていうのをね、ちょっとやっていきたいなと思っておりまして、まずは、はい、じゃあ、はい、あの軽く二谷さんのプロフィールを、あー、はいはいはい、あの説明させていただきたいなと。わ、ちゃんとやって。います。はい、お願いします。2006年、二谷として、ごめんなさい。漢字が読まない。ごめんね、番所正幸さんと共演しないんだ。番所したよ、ね、劇場でも結構喋ってんの、よく共演したよ。長橋秀人さんと、ね、はい、徳山隆之さんと、はい、中安俊之さんの4人で、はい、ほんまこういうので怒られてすぐ嫌われてしまうんですよ。大丈夫、オムニバス形式のショートコメディを主体とした作品作りを続けています。なるほど。演目以外にも公演のオープニング、うん、エンディング、うん、はい、さらには幕間やフライヤー、うん、パンフレットに至るまで、うん、隅々に趣向を凝らした仕掛けを準備しているのも特徴。で、第18回公演のお箱から劇団名を、うん、それまでは、普通に数字 VS 数字かな、2対2にしてたんですけど、頭にザ、そうですね、しかも T が大文字で H が小文字でまた E が大文字っていう特殊な表記でザ2対2に変更、年間 2,3 回の公演をコンスタントに開催し、現在の本公演回数は旗揚げからの9年間で25回にも及ぶと。お、結構してる。また劇団、そうですね、また劇団の売りにしている累計赤字は520万に届く。売りにしてるんですよ。売りにして、もうちょい増えてるんです。もうちょい増えてる。で、チケット料金が、うん、僕ずっと調べたんですけど、旗揚げ公演の時は、うんうん、チケット料金1000円。安い、ね。超安いんですよ、うん。で、これがずっと続いてたんですけど、うん、今でも前売りが1300円。当日券が1500円っていうのが僕すごく、あの、すごいなと思う。すごい。っていう二対二さんでございます。はい。はい、というわけで累積赤字が520万っていう、この赤字をどう返していけばいいのかっていうね、ところで、あの、1500で割ったらどうなるんですか。え、520万円って1500で割ったら何人分食べたら、ああ、そういうこと。あ、何人読めばいいってこと。お客さんは何人、大きめの電卓でね、全くの路上ライブでお金もらって、お願いします。520万なわけでしょ、はい、520万円、万円ってすごいね。5万2000円だよ、まだ。5万2000円だ。別にもうこれで520万円で、520万円ってゼロ。あ、すごい。だってテボが3つ割ることの、割ることの1500円って言いますよ。はい、1500。当日ですからですよね。そう、あ、そっか。前売りは1300円。まあじゃあ1500円。すいません、ないよね。いや、いいっすよ、いいっすよ。前売りでいきましょう。520万円全部消したよ。割ることの、割ることのですよ、1300円ですよ。あ、なるほど。何人呼びゃいいんだ、どん。ゼロ。電卓使えてないよ。誰だ、電卓使えてない。社長社長。520万。割る52万。ゼロ、こだして。割る1300。なんていくらですか。何人ですか。出ました出ましたね。4000人。すごいね。すごいことになってる。だからこれ520万円って今までの累計、そうそう、プラスアルファ次の4000人呼ぶための公演をしなきゃいけない。その分の経費かかるわけですよね。そうでしょ。だから経費抜いて、うん、で4000、純利益じゃないからね。人だね。次4000人呼ぶんじゃダメだ。次4000人呼ぼうと思う。たぶんさ、うん、多分500万ぐらいかかるんですよ。小屋どんぐらい抑えなあかんねんみたいな。でしょ。ここでやります。パースト、そう、そっか。わー、何人、パースト、パースト、4000人。いや、多分広い小屋借りた方が安い。逆に2000年くらい前に劇バカさんが来た時にぎゅうぎゅうだった覚えが、はい、ある。100人くらいでしょ、あれでも。そう 100人、100入ったら英語やで。40回、1日3回回して。だって確か、当時の僕らの、まあ、あの3日間で僕ら7ステとかやるんですよ。3日で7ステ、多いですね。7ステも結構多いでしょ。多い、そうです。ほんまに？それなりに多いですよ。金曜1回、土日3回ずつ3回やって7ステで、1日で抜かれたんですよ。
動員動員激バカじゃん。プラステでのからだ平均10くらい。はい。10くらい。10くらい。ナマステかける10でしょ。で70人。10人とか呼んでて70人だから、はいはいはい、激バカのは100人で超えちゃったみたいな。そう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 。10人前後ちょっと10人強だったり。あれ確か1日で200何人入れたみたいな。そうですね。俺ら196人ぐらい分けたんですよ1日で。へえ。なるほどね。そう。そういうことね。1日でね。そう。はいはい、1日で負けた。なるほどね。はいはい、そうそう。ナマステが。なるほど。ミステに負けた。しかも。激バカだってあれ1回目か2回目でしょ、ファーストでやってたんで、うん、1回くらいイメージ、1回目ぐらいでしょ、牢屋の休日とか、そうそう、リンクス来て、うん、なんかバンバンってさらっていって、うん、で1回目で、うん、すぐ抜いてってすぐヘッピーいったでしょ。だってだって、ね、激バカさんは大阪じゃないかな、東京母体で、うん、向こうで 2,3 千入れてるから、ね、うん、あ、 そ, うそれありきのこっちだから、まあまあね、確かに。いやでもね、うん、激バカは最初の方はね、うち泊まりに来てたもん。世話なんて世話してんだぞ俺は。そうそうそう。俺は車で迎えに行ってね。はいはい。はじめさんとかそう渡辺さんは知ってたから、ね、またあのリンクスで、はいはい、イマジンとか初対面やのに。あ、バンシャちゃん僕も止めて。知らんしょお前のこと。知れっと来る。そう、知れっと来て、で人んちの風呂勝手に入るわ、飯食うわ、ほとんどいつの間にか喋ってるから。俺音あんま家帰ってこへんから。あ、そうだね、帰ってきたら喋りたい。そうそう、喋りたかったのに取られた。なるほど。すごいね。そうそうそう。でもなんか本田圭佑に似たやついたらやっぱりそっちに行くかもしれない。まあ、そっちね。確かにね。でもそんなあれですよ、梅坊さんはもう今もそう。そう、今行くとこの梅坊さん。そうですね。あそここそ。すごいね。ちょっと一回、うん、話こんだけ振っといて膨らましといてあれなんですけど、一、はい、回話を自分たち目線まで戻そう。ちょっと上に出してまだまだ行こうとしてたもんね今。切れない切れない。ちょっとやっぱり寄せ入れは難しいから、まあ、実際次どうしていこうかみたいなとこからね、はい、うんうん、お話できたらいいかもしれないですね。あれでしょ、まずね、ゼットン、この中でちょっと話をフラットに戻しますけど、うんうんうん、ブラックタイツとゼットンさんを知ってる方ってどのくらいいるんですかね。今この中でですか。じゃあ、来られてる感じ、はい、観覧の方々にちょっと聞いてみましょう。どうぞどうぞ。今こっち2300人くらい見てます、はい、そうですね。野鳥の会が今調べますから。じゃあ、ゼットンさんをご存知の方、挙手お願いします。お、見たことがある方、ゼットンさん、なるほど、ゼットンさん見たことがあるぞっていう方。あれ、おお、皆さん、ありがとうございます。すごい、素晴らしい。2300人中2300人。すごい、素晴らしい。すごい人気劇団。じゃあブラックタイツ、ブラックタイツ、ブラックタイツをご存知の方まず聞いてみましょう。これは知ってんぞっていう。あ、皆さん、ああ、まずはカルトリア。じゃあブラックタイツを見たことがあるぞという方。あ、お疲れ様でした。待って待って、500人減りました。いやいや、でも半分以上は見てはりそうですから。でも皆さん見てくれる、1700人ぐらい見てくれる、はい、そういうことですね。なるほどなるほど。さあ、という。急に落ちましたよね。気を落とせないで、でも、振って振って、そうね、振ってで、うん、問題をさ、そうそう、いくら赤字があるかってか、まあ、借金って言ってたじゃん、うん、借金って言ってたけど、そうそうそう、実際に借金なの、借金借りてんの、借金じゃない、え、俺借金って言ってないから、借金、一応借金でっていうのを売りにしてるみたいな、ね、赤字赤字、借金で乗っけてないから、俺今廊下まで来る。割と響いた感じだったけど、赤字ね、赤字で、累積赤字、累積赤字、借りてるわけではなくて、今まで積みに積み上がった赤字が520万を突破したと。そうです、借りるのはもうせいぜい数十万とかなんで、もう返すのも一生懸命バイトして、うんうんうん、返せていってるっていうこと、うん、そうそうそう、それはもう消化してる、もう消化してる、一応利息がつく分はない、ないないない、それはない、ただ520万払ってんだ。そう、今532万ですけど、532万これまで払ってきたと。そうですね、で次の東京公演、ね、また嬉しそう、嬉しそうだな。ちょっと待って、ちょっと待って、グンって言ってやろうと思ってます。エラ好きないならもう全然違う話するけど。そうね、そもでも僕ね、そもそもね、これ別に劇団のプロフィールには書いてないんですけど、そもそも僕チケット代が安すぎると思う、うん、そうですね、まあ、うんうん、チケット代めちゃくちゃ安い。うち2006畑なんで一緒なんですよ。ああ、同期みたいな感じ、ね、だってリンクスでもね、はい、初めて、そうです、そうです、はい、出会ったみたいなもんやもんね。そうです、そうです、うん、で、旗揚げ僕今500円だったんですよ、京都。おー、さらに2単位より安い、ほら半分今3500円
わあすごいな。その、この階段の差が。これ激バカラインですね。その勇気はってなんの。上げるタイミング、上げる勇気が。うち5000円超えてるチケットあるわ。マジ。あるな。すごい。あるな。あるある。速乾しました。そう。これすぐ売れてますよね、あれもね。プレミアム。まーちゃんたちはいつぐらいから旗揚げしてたの。僕が正式な旗揚げは2010年くらいなんですよ。はいはいはい。なんかうちの副主催をやってくれてる上野よしこさんという方がいらっしゃるんですけど、その時違うチームを自分でやってまして、はい、女の子2人でユニットやってて、そのクラブとかでイベントをしてたんですね、うん、演劇となんかライブとミクスチャーなイベントして、はい、僕がそこに大学の後輩とじゃあちょっと歌わないっつって出していただいて、その時某テーマパークにちょっとご厄介になっていたので、経緯もありまして、そちらのお友達を引き連れて2回、うん、2回、3回と出させていただいてて、はい、遊ぶの楽しいね、へへっつって、でその時僕はもう小劇場1回辞めてたんですよ。もともと小劇場みたいな。もともと小劇場、ここ大阪芸術大学っていうところなんで、バリバリの、演劇コースの出身なんですけども、ここ、まあ、その大学を卒業しまして、で、まあ、やっぱりお芝居をしようとするわけじゃないですか、でもまあ性格も僻んでるし、ひねくれてるし、人も歪むし、そんなに対して実力もないし、見た目もすごくいいわけでもないし、何かスキルがあるわけでもないし、まあ食えないですよね。でダメだったの、ダメだなと思いまして、で自分でプロデュース公演とかもやったりもしてたんですけれども、セカンドとか借りてやってたんですけども、やっぱり赤字は出るわけ。お金がその時ジャッと返せないから、どっから借りて、まあ、消費者金融から借りますよ。でも借金まみれますよ。まみれこっちがテーマ。あれまみれた、あれテーマで、ダメだなと思って一回やめて、ヨドバシカメラのドコモコーナー行ったんですよ。はいはい、なんで働きに。ああ、ちゃんとしたお仕事で、ちゃんとしたお仕事、せめてちゃんと月20万以上もらえる仕事をしよう、20万、まあ、下手したら30万くらいもらってましたけど、そんなお仕事結構ねもらえるんですよ。きついけど。ちょっとディスる。で、してたんですけども、その一緒にイベント出てた、で最初に出ることになった友達が、某テーマパークを受けるぞと、うん、ーでオーディションの紙を持ってたんですよ、紙くれよっつって、書いてよっつって、出すわっつって、そいつじゃなくて俺がよくあるやつや、オーディションあるわね、そうそうそう、でそっからなんかこう、あ、お金をいただける、お仕事をね、パフォーマンスのお仕事をしてお金をいただけるってありがたいなと思ってやらせてもらってて、で、まあ、そのお金が巡るわけじゃないですか、テーマパークね、でそこで、まあ、こういう風にすんのかっていうのを雰囲気、雰囲気、実際に詳しくじゃないですよ、雰囲気ね、そうかそうか、劇場ではなくてビジネスとしてお金が回、ショービジネスでお金が回ってるっていうのが、そう、その現場を体感しまして、あ、じゃあやり方なんだなと思って、なるほどなるほど、なんですけども、その時に舞台やる気は全くないわけですよ、まあまあまあそう、まあ、あの電気止まるの嫌だよと思って1日じゃがいも3個で暮らすのが嫌だよ、えげつなそんな生活してたんです、嫌だよと思ってるからなんだけど、そっから まあ、あれよあれよという間にお芝居やろうぜと言ってくれた人がいて、そっからじゃあオリジナルをやってみますかと、そっからじゃあちょっともうちょっとできるんじゃないですか、どん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 、金がかかるようになってきます、ね、知らぬ間に今で3回目、オリジナルが3本目で、桜新宿が2回やってるから、オリジナルはこの間のラグナルクで4回目、はいはい、です。その前だって阪神とかもやってますもんね、阪神を無理くりミュージカルに一応上演許可取ったんですよ、ちゃんと。そうなんですよ、でだからブラックタイツの舞台公演はあれで5回目ですございます、だったんですけど、なんブラックタイツの歴史をこんなに細かく、いやとても良かったです、ありがとう。最初はちなみにチケット代何枚だ、最初ちなみにね、半分やったっけな、3000円とかじゃなかったかな、スタートから結構バツッと、まあ、あの会場が世界観というところで一回やらせていただいてたん で、あとはまあその箱が200くらい、で舞台もちょっと張り出したら170くらいになっちゃうんですけど、くらいなんですよ。で、まあ、やるんだったらちゃんと照明さんも入れたいし、音響さんも入れたいし、スタッフさんも入れたいし、打ち上げ代もじゃあ出したいねっていうことで、その分で、なんでその値段にしたかっていうと、僕らそのお友達とかとその時はやってたので、そのあんまり
安くしたらこの子たちの市場価値が下がっちゃうのは良くないなと思ってしまう。なるほどね。なるほど。お金の値段って僕らが決めてるもんですから、この分の価値をお客さんに出してくださいねっていうのを値段として設定させてもらって、そこに対してお客さんのアンサーが返ってくるんだと思ってるので、でだからあんまりやっちゃいけないな、その分楽しんでもらう分は楽しんでもらう、ある意味自分へのハードルでもあるってこと。そうですね。なるほどなるほど、その分は絶対に楽しませないといけないっていう形になる。ああすごいですね。そうですね、そういうのがありましたね。なるほどね。だってね、1万2000円のミュージカル喜んで見に行く人が山ほどいる、僕らの衝撃で見に行く人が多い世の中ですから、僕喜んで見に行くタイプなんです。僕も喜んで見に行くタイプなんですよね。わーって喜んで見に行くタイプなんですね。楽しいよね。なので値段、チケットの値段っていうのは、じゃあもしかしたらそういう意図もあるから高くした方がいいかもしれないよっていうのはあるかもしれないですね。でも良さっていろいろあるじゃないですか、例えばいくら原価とチケットの値段っていう話もあって、でそれぞれ団体ごとで一公演にかかるお金って全然違うと思うんですよ。使い方も違うし、僕うちは悪い例ですけど、ある意味お金がかかっちゃう、かかりすぎる。確かに。でもそれの分動く金全体が大きいからっていう感じです、ね、入ってくる時も大きいみたいな。そうですね。ただこけたら大変なことになる。そうですね。そうですね。そうなんですよ。でもそれはゼットじゃない。そうですね。うちも、いや現実チケットあげろっていうのは結構スタッフさんから声が上がって、いや言ってしまえば結構腕のいい大丈夫かな、腕のいい方をその安い値段でずっと関わりがあるからってやってくださったんですけど、そろそろ上げていかないと俺らも関われなくなるし、なるほど、そういう、じゃあ上げますって言ってハードルが上がりますし、次上がるんですか。え、次は上がらないです。3000ぐらい、3500円。今3500円、今はこの間終わった時3500で、次はちょっと下がります。それは会場とか、それはなんかまあちょっと自分の会社のプロデュースって形になるので、携帯が違う、その次はまた3500に戻るんじゃないかなっていう。でも結構細かく予算立てるタイプで、絶対収支が赤字にならないように絶対にその公演前に完璧な何度よりも絶対ペイできるっていうことまで考えて予算しないから、すごい素晴らしいですね。確かに確かに、多分これ行かないと大変なことが起こるんですよ。大変なこと起こるんですよ。起こります。特にでもその小劇場ってチケットの売れが遅いじゃないですか。そうなんです。売れ行きスタートが大変なことになるんですよ。だから余計に怖い、それこそ大きい予算を抱えてるとかよっぽど怖いって思うんですよ。当日生産ってしかも未着が結構怖いんですよ。席埋めてますからね。そうなんですよ。こっちはこれは本当にね、お金を扱う人間としての都合からってしか言ってないんですけど、本当に感激される方に対してお願いしたいのは、予約をしてください、まず。なるほどなるほど。で、確かに当日なんとか来てください。本当お願いします。来いよとか、なんで来ないんだよとかいう話は全然こっちの立場だから全然する気はないですけども、できればちょっとすいません、マジで本当来てください。来てください。まあ見てほしいですしね。眠いとかだるいとかもうちょっと頑張って。雨降ってもね。そう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 。なるほど。その雨降ったらやっぱ動員減る？うち雨降らないんですよ。すごいすごいな。すごいね。雨降らないです。うち本番雨降らないです。あんま降らない。そんなに被害こんなにあったんですか。うちはその赤字がまだ300万ぐらいの時にはこれまだ面白くないなと思ってて、でその赤字をネタにするのに、いやまあその気にもなってなかったんで、まあいつの頃からかなんか、ああ喋ったらウケるなっていうのでネタにしてたっていうだけで、美味しさがそれまで雨をネタにしてたんですよ、うちは。本当に20回ぐらいまでは 79% ぐらい雨だったんですよ。必ずどっかで雨降るんですよ。それだからもう2対2の公演が発表された時点でみんなハイキングをやめるみたいな。やめる。やめてもらった方がいい。天気予報だよね。今回は雨の予報がなくて全部晴れてたと、2日間を全部晴れてるぞっていう時に、僕ら公演が始まりました、雨降り出したんですよ。で帰りに傘持ってきてないっていう人のために20本ぐらいコンビニで傘買ってきたんですよ。コンビニで20本って、だって1本500円でしょ。そう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 。で3個ぐらい回って、で2万円くらいでしょ。
ぐらいなんですかね、うんうん、20本ぐらい買ってきて、よかったら使ってくださいって言ったら雨止んでたんですよ。最悪。だから赤字増えんだよ。結構明快な感じです ね完全にここで 2万ぐらいの赤字が、ね、あれ良かったなと思います。いやでもそれはお客さんからしたらめちゃくちゃ嬉しいよ、ね、そうそう、うん、その思いだけでもいいと思います。だから、ね、自分たちで飾ったって用意してましたからね、いつも。あ、雨が降るの、雨が降る前提で。絶対降るから。傘の預かり札を全部作ってる。そうなんや、すごい、いやすごい、サービス精神。え、そんだけ頑張って準備して稽古する時間を削らない。削らない。でも俺聞いたよ、なんか今日稽古だからって集まってとりあえずカレー食って野球するってやつ。すげえ。野球連みたいな。野球の話はよく聞きます。さ、朝あの、まあ、昼の1時から10時まで稽古場取ってて、はいはい、1時1時半ぐらいから集まって、おし野球しに行くかってなって。そうもうおかしい。朝の2時間3時間どうした。そうそう。1時から1時1時半に集まって野球しに行くかってなって、で稽古場は何、稽古場はだから1時から借りてるんです。1時から10時まで借りてます。稽古場で野球するわけではないじゃない、外に、ね、ちゃんと何時間野球する。まあ、野球は 1,2 時間ですかね。でその後飯食いに行く、うん、飯食います、うん、で夕方帰ってくるでしょ。帰ってます。でちょっと疲れたねみたいになるじゃん。で寝ます。昼寝するでしょ。一回寝ます。一回寝て、看板役者が絶対寝るんで起きるでしょ。で7時ぐらいになります。で10時まで3時間。はい、7時から撮ったり。そうなんですよ ね、 そ、 ね、その通りですね。なんかそのね、はい、余裕を見せておいてっていう演出です。100円に対して公演そのもの全然大丈夫やで、そうそう、全然大丈夫やで、ただただ、うん、心配に思ってるお前ら、はいはい、やれよと自分から逆にね、逆にね、焦らす感じ。でも、ね、いやでもほんまそういう風に遊びができる公演っていうのは、はい、もうほぼそこまでできてます僕ら。あ、もうあの、なるほど、仕上がってる、仕上がってる、ある程度仕上がってからの話、ね、自分たちに余裕がない時はちゃんと稽古するします。で僕らコメディなんで雰囲気作りを一番大事にしてるんですよ。やっぱり言われると、はいはいはい、だからその、はい、現場に入ってピリピリしてるところがクソほど嫌いなんですよ。ごめんね。そうですか。なんか思うことがあります。いやそれはあれですよ。コメディやってるから。コメディやってないところは、多分僕らのやり方ダメです。なるほど。コメディやってるからやってるだけで、僕らももうシリアスやってたらそんなんしないと思います。ちょっときっかけとかが多くて、そうなんです。僕らが決めてとかね、そういうのがないんで。そうですね。だからもう客演さんとかってバッて小屋行ったら荷物置いたら腰もんつけてバーってなんかやろうとするじゃないですか。あ、はいはいはい、そこで一回切れますからね。やめろ。待って。やろうとしてる役者に対して切れる。やめろお前。腰もん込まなきゃ。あれですよね。小劇場ってあれなんですよね。そうそうそう、皆さんで劇場、役者さんも劇場に入っておはようございますってしたら、はい、もうあとはガチ袋って言って釘とかね、はい、あの金槌が入ってる袋持って、ね、皆さんで舞台を作るところからスタッフさんもね、そんなにたくさんいないので、うん、役者さんもお手伝いみたいな感じでね、うん、みんな頑張ってするのが当たり前なんだけど、はい、それやっぱり他のところでやったら褒められるじゃないですか、はい、いいねっつって、うんうん、それを2対2さんだとやめろってめっちゃ本気ですよ。えってなるじゃないですか。そんな朝からテンション上がんないよ。えっていう顔しあるじゃないですか。ふざけんなお前。で僕らはちゃんとコーヒーと、はい、朝のパンとかを買ってきまして、はいはいはい、もうその小屋には小屋管理の人とか、はいはいはい、一緒に、はいはい、とりあえずコーヒー飲もうやつ。管理さんも一緒に。とりあえずコーヒー飲む、うんうんうん、あ、もちろんコーヒー飲めない人のためにフルーツジュースとか優しい気配りよ。すごいね。で、CD ラジカセ持ってきといて、明るい曲かけてくれやって。誰がかけるの？うちの演出が音楽めちゃくちゃ好きなんですよ。今日の気分を言ったらそれに合わせる。CD これから持ってきてますから。で、すごい正面の。気配り、荷物を。照明さん打ち込みの時だって無音でしょ。地獄じゃないですか、まあ、そうですね、確かに。ワーンってなって上でなんかギャー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 うるさかったら、はいはい、そしたらユーミンかけてる方が良くないですか。まあ、そのこんだけある CD の中にユーミンがある。ユーミンがある。なるほどなるほど。そこは気になる。みんなが分かる曲とか、ね、もちろんマニアックな洋楽とかも入ってたりとか。すごい。その辺もちゃんとあのチョイスして、こんだけ。で、この劇場も稽古場からの空気をちゃんと演出して、みんなが楽しめるようにして、そうそうそうで劇場入っても楽しめるようにして、
で本番にそのまま、はい、そのままいけるように、緊張感がどうしても役者さんって責任感強いから、うんうんうん、緊張をするでしょ、はいうんはい、楽屋とかでもします、ブツブツセリフ言ったりします、率先して僕とそのもう一人長橋っていう役者がいるんですけど、うん、遊んでます。ファースト畳とかあるじゃないですか、二人で忍者ごっことかしてます、はい、楽しそう すごいですね。ただでもこの、はい、これ言われても、はい、三谷さんは僕こんな間初めて見たんです、はい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 、ありがとうございます。で話だけをいろんなところから聞くと、はい、やっぱり、はい、何してんだろうなっていうふうに思うんですよ。あ、なるほどなるほど、何してんだろうなって思うんですけど、でも話これ聞いてみて、で実際見てみると あなるほどなって思いましたもん。すんげえ楽しかった。あ、そうですか、はい、あ、じゃあすごいんですよ、その効果というか。今年上半期見た中で一番楽しかった。へえ、あ、すごい。影響でかいや、多分。いやいやいや超レッスンだね。言ったじゃん、この劇場で。めっちゃ正直やな。まいちゃんね、ずっとなんかあった時から心配してくれてて、俺ら。へえ。年もね、うん、近いんで。そうなんですよ。え、いくつだっけ。俺33です。あ、一緒や。でしょ。あ、同期なんですね。だからなんかね、そうそう、心配してくれて、結構金の話とかね、した。あ、そうなんや。してるんですね。そう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 。金の話したよ。基本金の話できないやつは仲良くなれ。すごい人生ですね、それはそれで。円の話したい、円の話。そうそう。だから円の話ってなるとさ、うん、うちらのチケット代ってのはその、僕ら、舞ちゃんはこの演劇部でしょ。うんうん、俺ら映像学科、映画学部なんですよ。あ、そっか。なるほどね。映画か。映画なんですよ。なるほどね。だから、そっかそっか。だから映画のラインに上げるためには、劇場を変えないとって思ってるんですよ。おお、なるほどね。なんかあの、正味映画館、どんなにちっちゃくても椅子はいいし、音響施設はいいし、うん、ある程度のクオリティのものを見せてもらえるっていうところで、うん、1800円じゃないですか、うん、はいはいはい、それでパイプ椅子でクーラー直当たりで寒い寒い中で、うん、あ、でもそれはもう、そういうとこってなった時に、ね、まあまあね、僕ね、それやったことがあって、あ、1800円の時期はもう絶対もう映画よりは高くしないと思ったら、みんな思うよね。そう、1年で100万ぐらい借金作る。あ、いいよね。ちょっと、なんか、ね、気持ちいいよ。気持ちいいよ。これ、これ、これ。直す気がある。はっきり言いますけど、僕も10年やってて、500万ぐらい余裕でいってると思う。いいよね。5年くらいだけど、いってるよ、言われて。みんないってるの。みんないってる。累積赤字、だって個人で知ってる分なんで、数え出したら切りないくらい半端ない。あ、まあ、半端です。うち劇団員多いんで、みんなで割ればなんとかなるみたいな。はい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 。なるほどね。そう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 、ね、そう、だからなかなかその1800円のラインを超えるのが、やっぱ自分らがそもそも僕ら演劇をやったことない人間なんで、そういうことか。で、徳山くんは未だに映像の仕事やってますし、その演出は編集やってるんで、テレビの、うんうんうん、で、僕はその CM とか映画の現場がっつりついてた人間なんで、ってなるとなかなかそのなるほどね。難しいですね。上げるってなると。いやでもだってパンフとかチラシとかもめちゃめちゃ力入ってるやんか。そうそうそう。じゃ入ってたでしょうち。いやすごかった。この間パンフすごろくになった。そう、すごいのよパンフとかも。すごろく今日なんか持ってきてないの？持ってきてない。持ってこいよ。すごいね。そう、これ面白いね。これ1500円とかの劇団が作って出していい無料パンフじゃないぞって思ってしまう。本当ね、ちょっとすっげー、あ、ちょっと今度。2対2のパンフレットシリーズ持ち込み企画、持ち込み企画、うん、楽しもう、うん、2対2のパンフを楽しもうの会、いやすごいね、知ってる、知ってる、もうみんなでも本当に2対2は絶対見に行った方がいいと思う。お、大阪でお芝居が好きな人で楽しいコメディとか、うんうんうん、仲いい男子のこバカな話とか、水曜どうでしょうとかね、そんな感じ、みんな見に行った方がいいと思う、はいはいはい、で見に行ったら絶対あ安いって思えるもん、1500円は安いって思うのと、お客さんの9割は大丈夫って思ってると思う。そのこの値段でそもそもでもその最初の予算を組んだ時点で、はいはい、チケット代だから劇場って入るお客さん限られてるじゃないですか。限られてる。だから絶対売り上げって最大の売り上げって決まってるじゃないですか。決まってますね。その決まってる売上と立てた予算ってうまいバランス取れてんのかなって思う。
で前回公演何ぼかかってんの？よくわかんないんですけどね。よくわかんない。よくわかんない。よくわかんないじゃん。ごめんなさい、ちょっとよくわかんないんだけど、うちはもう最初からバンバンってやっちゃったから、はいはい、あれなんで、うん、皆さんが大体一本にどれくらいかけてるのかわかんないんですよ。でもなんかうちは大阪でやるときは、うん、大体制作が。だいたい50万を軸にして考えてください。うーん、まあ、ホール代とか考えていくとなんとなくそんな、プラスアルファ5万ぐらい、うん、ですよって考えてください。円滑が動きましたね。50万単純に50万出ました、はい、50万チケット代は出ました。チケット代は1300円です、ね、ほぼ前売りで、ね、入るとして、じゃあ何人入る？384人入れれば、はいはい、50万円が1300円でもペイできるんですよ。余裕ですね。でも384人を何回公演しました？この間僕らは4です。4回公演しました、はい、4回公演、4回公演、1回あたり割る4しますね、1回あたり96人入れない。無理だ。70マックス70、マックス70、これでもほんまに立ち見とか入れてギッチギチで100で、もう立ち見とか、うんうん、僕らはもう6本ぐらいやってるんで、なんか2本ぐらい見逃した人ただです。途中から、ああそう、遅く入ってきた人、入ってきた人は制作が、あもういいっすいいっすって言ってだったらそれ悪い情報やし、ね、見逃して入ったら立つだけ。そう見逃してもらったよ、うん、頭から言ったけど、でもそれは最初からあれ何売ってるかっていう話をしたいんだけど、ああ確かにそう、新幹線、例えば新幹線、劇団新幹線、乗り物の方に小玉光の方よ、はいはいはい、あっちで、うん、まあ、チケット買うじゃん、はいはい、乗れませんでした、はいはい、時間過ぎました、はい、お金返ってくる、こう来ない、なんでだと思う？振り返りができるから。うん、振り返りもできるけどすごいな発想が普通そこで振り下がれよっていうところ、あれ何売ってるんですか？めっちゃええ感じ作ってたのに分かれろよ。分かりますよ、分かります、すごかったな。正解ちょっと教えてあげて社長教えてや。いや、なんでしょうね、分かってへんやん。いや、あの、言いたいことは分かります。喧嘩すんなよ。時間をね、お客さん時間を買ってるんですよ。そうなんですか。でもっと物理的に言うと、席を買ってるんですよ、はい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 、その時間、あなたこの席にいていいですよっていう権利をお渡ししてるんですよ。なるほどね、言っときます、制作に。ダメだぞって、それ。あ、制作の自己判断。劇団としてのスタイルじゃないの？じゃないです。僕だって、だから、例えばパンフレットとかも、だからその明日明後日声入りですよっていう稽古の時にバッできましたって持ってこられて、あ初めて知りますからね、今回こんなんなみたいな、何も知らされたんですか、はい、あそれで何本かかるよとか言うんですか、そうですよね、そこちゃいます、結局なんかそこな気がしてきましたね。すごいですよ、あいつが作ってくるやつが。あ打たれちゃうんです、ね、これってなるんですよね。どういう風にパンフレットになってんのって、ああそんなギミック残ったような、そうそう、スゴロクとか、はいはい、サイコロもちゃんとお客さんに人数分ありますよ、一つの表現になって、受付でサイコロもらってなんだべなって思ったら、うん、パッて見たらパンフが全部ほんと広げたらちゃんとスゴロクになってて、一マスずつ凝ってんの、しかも、でルールもしっかり書いてて、これ切り取ったらあの車みたいになりますよみたいな、そんなのまである人生ゆえに、ね、皆さんが思ってる 180% くらいしっかりとした、そうそうですね、それだけでちょっと打っていいぐらいのもんやもんね、あれ、うん、で一応なんか2対2の歴史っぽい感じにもなってる、あすごいんですね、それでも売るっていうのは映画でもパンフレット売るじゃないですか、高いですよ ね、 ね、そういうのはダメなんですか？ダメなんですね。で誰判断？それは誰判断？そこから始めたらいいんじゃないですか？パンフォー売るとか。え、ちょっと待って、今確認したいんですけど、この人赤字減らす気ないいや、あるよ、めちゃくちゃ、いや、ほんまに思ってるより俺ら寝てないから、バイトしまくってるから、あ、そういうことですか、すごい、すごい、本当にそれぐらい働いて、それぐらい金が欲しい、お金を返してる、そうだね、いつもなんか顔青いイメージある、めっちゃ働いてる、今日も寝てないし、今日もあんま寝てない、めっちゃ働いてる、うちの徳山でもめっちゃ働いてる、バイト3つくらい皆さん掛け持ちしてるもんね。そう、僕は2つです。今何やってるの？今なんか普通に映画館でバイトしてて、はいはいはい、で深夜にちょっと言えないバイトします。ああ、長いですね。それNGにしてます。はいはいはい。
まあ、割と気になるなって、ね、すごい爆弾を1個置いて、そうそう、あのトラックに野菜とかそういったものを積み込んだりとか、ほうほう、そういう、え、野菜っていうのは何かの比喩とかそういうことで潰したトマトのようなものとかそういうことじゃなくて、これ葉っぱっていう違う感じだったものとか、じゃないね、でも、まあ、明らかに何人か分からない人とか、明らかにこの人たちアウトローやったんやろうなっていう、僕今チェーさんっていう人と組まされてるんですけど、歯ほとんどなくて、ゴブゴブとかを見ながら仕事してるんですけど、ベンジョー君、僕ここ行ったことあるわ、今度行こうって言われて、京都のどっか一緒に行こうって言われたんですけど、それは断りましたけどね。やばいんですよ、チェーさん、チェーさんやばいじゃん、何の話だ、すごいよく分かる、今触れていいって言われるもうだって手止まってない、そうで、なんかやばそうなおばあちゃんとかもいっぱい、おばあちゃんもやばい、でおばあちゃん結構人気があるんで、なんかいろいろ食べとか言って持ってきてくれるんですよ、嬉しい、で僕いつも眠そうにしてて寝てたりするんで、食べ食べって言ってもらって、あ、チェーさん、あのなんとかさんからもらいました、あのババア臭いから言えやカカンボ変な結果始まったりしました、どこで働いてるの、まともな職場じゃないです、いや確かに NG な職場ですね、もう、yeah. もうじゃあ、yeah. 今日はそっちメインで話す、そうね、そっちが広がっちゃったから面白い、いや、フォークですからね、そうか、それはそれで楽しいからいいかもしれないですね、そうですね、全然俺やめたい、そこは俺はこいつらにだけはならんとこうと思ってますけど、やっぱり2対2の方の夢っていうのはその2対2を軸としたチ ー, そうです、ね、チームナックスみたいな感じで、そうですね、やっていきたいみたいなのが、そうです、やっぱりその2対2っていう舞台を基本として、うんうん、でもちろんその僕ら映像出身なんで、うんうん、とても映像には興味が、むしろやりたい、そうですね、にはあるんで、で、まあ、なんていうんですかね、これいいのか悪いのか、僕ら全員もともと裏方志望なんですよ、全員思ってじゃない、役者志望をやったりとか、はい、だから僕今でこそ役者やってますって言いますけど、もう 2、3 年前までは僕役者が嫌で嫌でしょうがなかったんで、前に出たくなかったんです、うん、で裏のことばっかり考えたかったんです、気になるのなんでそんな役者志望でもないし裏方志望だし、はい、で映像出身で映像の仕事されてたじゃないですか、はい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 、なんで小劇場の演劇やろうと思った、確かにこれ俺もいまいち分かってないですよ、おい、いや、これね、きっかけ誰が持ってきた話よ、いや多分徳山くんって演出の徳山くん、まあ元々その長橋、はい、番匠徳山っていうのが、うん、そもそも同級生なんですよ、大学の、なるほど、で僕はちょっといろいろありましてフラフラしてる時期がありましてですね、ちょっと大学とか行ける状態じゃなかった時期がありましてですね、うん、まあ一郎ってやつですね、あかんがそれはなそう、そこまで言ってよ俺ほんまにあかんとこまで言ってるほんまあかんとこまで言ってるでも友達が2回目今言ってるわそうなのやめられないみたいな、やっぱりね、いやでもねハマるとダメですよそっちの話なんか広がっていきよるから、大学の話戻してもらってやつとかいたもん、やっぱいました、移動して変な葉っぱを火つけて数に用意するやつとかうち本当のやつやっちゃってるやつがいて、まだやんの？まだやんのその話？ああ、そりゃ、ほら、二人！ピンポーンって押して、おい出てこいよ！出てこいよ！って言って、出てこいってガチャって言って、あかんねん、俺今雪だるまやからそんなことやってんって言って、家に閉じこもって、いやー、すごいなー、もうそれはさすがに窓ガラス割って入りましたけどね、はいはいはい、やばいよね。でちゃんと出てきてしばらく7年ぐらいちゃんと働いてたんですかね、うん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 、働いてたのになぁそっちの方が面白いかもしれない見てるかもしれへんから一言でもまあまあでもその人たちがやっぱり今皆さんに楽しんでもらおうとするさ、うん、すっげえ面白かったのでお客さんも超幸せそうに笑ってたの、うん、心の底からなんかその役者さんに対して本当に気を許した上でなんか友達なんじゃない今この上演してる間は、そんなレベルってすごいですね、すっごい楽しくて、なんかもう本当にみんな酒飲んでみたらいいのにと思楽しかったんだけどっていう風になってるじゃない今その人たちが、いやありがたい、スタートは何なのこのまあちょっと違う方に振っちゃったからごめんだけど、戻すけど
そうそう、だからそもそもが映画やってて、うん、で僕はもう大学の時から、うん、その普通に現場で働いてたんですよ、うんうんはいはい、CM とかの現場で、うんうん、でうちの学校は宝塚造形っていう学校で、うんうん、本当に僕ら一期生なんで、うん、その技術を教えてくれる先生はいるんですけど、うんうん、僕ら言うたらまあこんなので落ちこぼれやったんですね、うんうん、授業中にスタジオでカレーパンで野球してバンって貼れてその際野球はずっとやってんだね、ずっと野球ボールがねえなってなってパンって貼れてカレーパンで野球ってできないんやってあそうなんだ、できると思ったできると思ったの飛んでくやろ飛んでくやろ、そうそうそう、ちゃんとビニールに入ったやつやったからビニールごとパッパンよりなるほど、よりひどいやつ、よりひどい絶対新しいコースですよね、そう面白いでそんなんで向こうで綺麗なライティングのこうやってこうやってないと、はいはいはい、ライティングがこうなって水のこのペットボトル水が入ってるだろ、入ってないとことの、うん、さあこういう風に取るんだみたいな、ちゃんと教えてくれる先生がいたんで、僕らそういうの聞いてなかったんでカレーパンで野球してて、なるほど、はい、ずっとやってて、はい、そうなんですよね。でなんでなのかな、まあなんか僕らは僕らで作品撮ってて、うん、で、はい、僕ら絶対おもろいと思ってたんですよ、でおもろかったし内容は、でもやっぱ技術とかがしっかりしてるっていうか、人に見せる作品としてある程度のセオリーを踏んでる作品を作れるやつらがやっぱ優等生なっていうことじゃないですか、そうですよね、で僕らは話がおもろかったらおもろいやろっていう感覚なんですよ、はい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 、技術関係なくねみたいな、うんうんうん、でもその技術ばっかり言われるなと思って、うん、なんか腹立つな、だって技術教えるとこだもんねまあそうですね、ふと考えたらそうなんですよで、いいよ、お前ら先生に教えてもらっとけやみたいな、俺現場行くわみたいなで、現場で教えてもらうわ、はいはい、金払って教えてもらうバカいるから金もらって教えてもらうんじゃって、現場行っておでも金払って教えてもらおうと思って大学帰ってそうなんですよね戻ってきちゃった戻ってきちゃった、うん、で、まあいろいろやってて、で、まあある程度その技術とかもその学校では、まあまあ僕照明やってたんではいはい、あ、なんかやっぱ機材を知ってるっていうだけで学生の時は、はいはい、おー、なるほどね、ちょっとそれはちょっと違うもんな、で僕トラックの運転も僕らの時代って中型まで乗れるじゃないですか、乗れる、僕できるです、あ、でしょ、僕できるです、そうだから4トンとか乗ってたんですよ、仕事で、うん、乗れる、そうで、そんなんもあって意外とその車方面でも重宝されたり、いろんな現場行ったりとかしてたんで、うん、で、そうこうしてるうちに卒業の日が近づいてきたね、いい話かまだまだきっかけが全然出会わないですね、まだ出会ってない、4年進んだね、うん、そうですね、そうそうそう、で、なんか1回だけ、あ、っていうか、まあ、その時にまあ僕らみたいなところに役者さんは出てくれなくて、はい、なんか映像作品とか出たことない、はい、え、あ、大学の時とかうち芸大だったからあったよ、でしょ、そうそう、今日その友達とこの後飲みに行く、あ、マジで、東京行ってて今制作の仕事してる、そうそう、だからそういうので演劇部の演技できる子はちゃんとしたところに出てくれんの、ああなるほどね、はいはいはい、はい、うちみたいなところは出てくれなくて、でちゃんとしたところって多分1年に1本とか、うんうんうん、2本とかちゃんと作るみたいな、うんうんうん、うちら1年十何本作るから、あそう、あれでしょ、もうカメラ持ってビデオ持ってって こんなことやろうぜって、そうそうそう、その場のノリでふざけて行こうぜみたいな、でカメラマンいいひんな、照明いいひんな、役者おらへんな、俺と徳山君2人だけやなってなって、三脚伸ばしてこういうふうに自撮りそんな映画を撮ってた、斬新ですね、でも十何本撮るんですね、うん、それはすごいですね、発想力がすごい豊かやったんですね、そうそう、ずっとそんなんで、だから隠し撮りとかして、そう、隠し撮りしてたんです、そう、だから部長ファッション学科があったんでいや、あったんでじゃないと思う、ちょっと待って、それ言っても差し支えない、差し支えあるなやめとこう、今やばい匂いしたからもうダメだ、それやめてくれそんな話じゃなかったことしてくれダメなんすよ、ダメなんすよ、ちょっと聞こうか、ダメになったら止めるわ、はい、ダメになったら止めてくれ、うん、で、まあ、いろいろ撮ってて隠し撮りの話しようよ、そうそう、で、エスカレーター登っていくわけじゃないですか、はいはい、で、エスカレーターの下でエスカレーターずっと動かしてる人たちの話っていう、うん、面白そうですね、で、まあ、やっぱその隙間から可愛い子のパンティーが見えるぜみたいな、うん、
ところをやってて、これやダメなんですよ。これダメなんですよ。これダメなんですよ。これダメなんですよ。やめろ。芸術じゃないぞ。それはダメだ。やめろ。捕まるぞ。あえて帰ろの時にやってくれ。いや演劇の時、エロの時でもあかんから。うち演劇というのが話もできるから大丈夫。うちができないですね。ダメだね、捕まるね。でまあそんな吸ったもんだの映像作品をまあ何本も何本もバイタリティ溢れて撮りまくって。そうなんですよ。ほんでで、まあ卒業の時にやっぱ優等生たちはやっぱ優等生で、うん、で卒業制作展とか僕らで学校って学校の中での発表会とかしないじゃないですか。外に向けて発表会をすることないじゃないですか。あ、はいはい、僕も2回戦とかから、え、こんなん学生に見てもらってどうなるの、どうせ同じ評価やろってなって、僕外でやってたんですよ、上映会。ふざけんなってなって、うん、で外で何回かやってて、で最後の最後もまあ外で上映会しますってなって、はいはいはい、でまあ大きいスクリーンも借りて業者から、うん、で自分たちで立てて、そう、あのあれです、ピエロハーバーってちょっと知ってます？これやったんすか。でスクリーン借りてやって、はいはい、でもちろん演劇のコラもそこでやるし、うんうん、映像の発表もするしみたいな感じでいろいろやって、うんうん、その中心メンバーやったんですけどね僕、うん、へえ、はい、でその一応映画学科、映画学部は僕ら1期生なんですよ、うん、でも映像学科で考えると十何期生ぐらいの十何年の歴史がある中で、僕中心メンバーですよ卒業制作展の中で、うんうん、僕の作品はあまりにも卑猥で上映できませんって言われたんですよ。ちょっと今卑猥甘く噛んだけど大丈夫。卑猥で卑猥卑猥卑猥であったという、いや、そう、全然それじゃなくて、今度はトイレのお話で、はい、大丈夫かな。判断だけ難しい。いけるとこまで、いや、でもこれ絶対大丈夫なんです。大丈夫ですか。でトイレの話で、はいはい、その昔それこそお殿様の筒持たせってお仕事があったじゃないですか。筒持たせっていうお仕事をご存知の方どれくらいいますか。どいらっしゃるんですか。おまりですね。おしょんしょんを、おしょんしょんをサポートする係の、はいはい、こういう、まあ、筒を、そうですね、筒を持っていただくっていう、そういったのを現代版に置き換えてやろうってみたいな。現代版、うん、面白いかもしれないですね、うん、感じでやってて、うんうんうん、まあどうしてもトイレがいるねってなって、うん、そうですね、学校のトイレはやっぱ学校のトイレになっちゃって狭いんで、うん、撮影できねえなって感じで、意外とその公園とかのトイレが広いんですよ、手洗うところとか、場所が結構取られてるんです、スペースが広いんで、うん、そういうとこ貸してくれって言って電話していて、うん、はい、全部ダメで、公共のそういったトイレを貸すって映像で撮る、あ、どういうことですかみたいな。確かに。で梅田から宝塚まで阪急沿線全部聞いたりとか、もうとりあえず全部の駅に電話して全部断られて、よし、ほら作ろうってなってトイレ。すごい、うん、すごいね。全部電話するのも大変だったろうね。もうトイレ作ろうってなって、はあ、5メーター5メーターこの部屋ぐらいのトイレ作ったんですよ。広さがこれぐらい、あ、映画のセットみたいな、トイレのセットを作ったわけ。なんか長い休みの時にそのスタジオを借りて、うんうん、まあ、ここでも一悶着あるんですけど、まあ、空飛ばして、はい、でトイレ作って、作れるもんなんですよ。そうで、そのまあ例えば3つ個室があったりすると、はいはいはい、まあ、1個だけちゃんとしたの作っとけば、あとはまあ閉まってるとか、はい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 、よかったりとか。丸ごと、丸ごと便器も持ってる。で便器、僕解体業のバイトもしてたんで、あ、はいはい、そういうのやってタイミングよくね、タイミングよくで便器もらってっていいっすかって言って便器そうなりますわな、何に使うんやと。うん、親方に、俺初めてや便器もらったからお前人はクソした便器だぞって言われて、うわ、いいんすよ、ね、それ顔がエグいですねゲーっつって、普通の原付に乗っけて買いますよ、重いよ、重い、便器こうやって持つ小便器、大便器、大便器の方です、座り式の、はい、で小便器は埋め込み式でくっついてるんで、はいはい、あ、はいはいはい、はい、割れちゃうもん、そうだね、はい、大便器の方はこうネジでカパッて取れるところやったら、配管のやつだけ綺麗にあれば取れるんですよ、なるほど、全然関係ない、そうね、細かい知識、便器施工の状態を説明してるそれで作るはず、そういうのを作って作って、でまあそういった描写とかが、お前はダメだって言われて、うん、なんでなんだ、そんなちゃんとやってるだろ俺たちって、まあまあそうです、原付で運んだと、その
スタジオごめんなさい、本当気になってるから一回止めるけど、はい、セットまで作って、作りました作りました。現代版ってことで誰かがおしょんしょんをするわけだよね。しょんしょんする。誰かがこうサポート係する。サポート係、あの、うん、だ台の方をしてて、うん、最後拭いてくれるみたいな。ああなるほど。そういったやつで、うん、そういったやつを作って、はい、それはもう。面白い感じで撮影をする。そうなんですよ。これ面白いぜってなって。面白いほら面白いね。うん、先生見ちゃう、うん。ダメだこれって。途中で止められて。最後の見ろよねあれって。もういいよって。で、ほらこのこうバーってこうスクリーンがあるじゃないですか。うん、その裏はね、なんかちょっとコンクリートがあってそのさらに裏があるんですよ。うん、駐車場みたいなって、うん。僕そこに1440テレビデオ持ってきてそこで上映会してやりましたからね一人で。悔しすぎ すぎてテレビで一人上映会一人上映会 VHS 入れて、はい、ドン、まあ、後ろで面白いわ面白いわもうそのマニアックなやつらがみんないやおもろいわこれおもろいわってでもやっぱりマニアックなやつって数人ですねそういうとこに落ちて、気づいたら演劇部の待合室になってましたなんかめっちゃいい話っぽい、ね、椅子が並べられてたんで綺麗に演劇部が待合室に使ってましたねで、それで悔しくて、うん、そっからですよああ、そっからその悔しさをバネにみたいなところそうそう、で、みんながなんかすげえ盛り上がってて、うん、飲み会、打ち上げとか卒業式とかいや、俺らやるぜやるぜとか言ってて、うん、絶対やってやるぜみたいな優等生の3グループぐらいで言ってて、うん、やってやるやってやるって言ってんのやらねえから、はいはいはい、で、僕はもうその照明会社で就職してたんで、うんうん、やめて俺がやってやれよってなってで、会社辞めて俺がやめる、やめてやってやるよってなってで、いざポーンってなったらいざポーンってなったあれ映画まず撮んのに金かかるな上映会するのにお金かかるなあそうだね演劇だったら1回で済むんじゃねえのかなってなってまあ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 、うんうんうん、で、僕ら映像やってる時は演劇っぽいねって言われててああ、逆に、はい、映像より演劇っぽいことやってるねって言われて、はい、あ、じゃあちょっと金貯まるまで演劇やるかみたいな。あめっちゃすごいね。もう落ちましたね。ね落ちたな。落ちたな今日。お疲れ様でした。最高の落ちが今来たから。すごいな。でも今戻ってこれなくなってる状態ですね。そうですね。だってさ映画1本自主制作で撮って、はい、500万あったら撮れるよ、ね。うん、うんうんうん、余裕で。何百万あったら最低撮れんの？多分、そう今もうカメラがフィルムじゃないじゃないですか、うんうん、そうですねしかももう今データでしょ、うん、ってなったら多分100万とか120万で余裕だと思いますよよし次回公演やめようよしやめようやめよう映画を撮る一回撮ってみればいい、そうね、そうなんですけどね今やりたいと思うんですか映画をいやでもやっぱ今なんか舞台の方にはだから系統はしてきてるなっていう感じはしますね、うんうんうん、今じゃあもう改めて映像作品をじゃあ撮ってみようみたいなそうですね興味はすごいあるんですけど、うん、その映像的感覚っていうのが多分もう失われてると思いますし、うんうん、なるほどねでもまあ普通の演劇人にはあまり触れないような感覚ではあるけど、ねうん、僕ら例えばその加瀬さんもね加瀬くんって今まで言ってたのね加瀬くんもねあの僕のところの現場のブラックタイツもよく映像を撮ってもらうんですけど舞台映像ね DVD ブルーレイを出してるんですけども編集とかの作業も立ち会わせてもらったりとか、うん、で事務所一緒にされてる方が竹崎さんっていって映像をうちのやつ撮ってくださってたりする方なんで映像を一緒に編集したりとか僕ねしないんですよしないんだだから舞ちゃん見ててすごいなと思って舞ちゃんが竹崎さんの横で、うん、ここもっとこういうポイントでみたいなこと言ってて、うん、僕も全部よろしくお願いしますって何もしないあそれバッて見た時に自分が演出した舞台として映像作家になってくるちょっとすいません話してみますけどなってくるじゃないですか、はいはい、それどんな感想なんですかいや、よく拾ってもらってるなと思っていい人だねすごいいい人すごいいい人ですね気になるところとかないいや、あるんですけども、うん、なんか、ね、そんなのこだわり出したら多分もう全てにこだわりますうーんでも信頼できる多分その本番とかもそうですけどスタッフさんとか打ち合わせなくていい人は僕打ち合わせ全くしないので、うん、ああ信頼でっていうとこですねはい、もうじゃあ照明全部よろしくお願いしますはあ、今日全部よろしくお願いします。
舞台全部よろしくお願いします。それでできんの、はい、うちもだからきっかけとかを俺がここで入れてくださいっていうところの数の方が少なかったです、ね、へえ、もう勝手パンって音響さん照明さんに関してはすごい、じゃあこうするねみたいな、あ、それでお願いします、どんな感じが欲しい、バーンって感じ、わかった全部やってくれるって、そう、それでできんのっていうところが7割くらい、へえ、あとの3割で妙にこだわり出すポイントとかあるから、はいはい、うん、そこでやっぱ当たり伸びて、ああそうそうそう、あ、なるほど、でもそれもある意味それだけお金をかけてそういうスタッフさんを雇ってるからできることであったり、そう、そうですね、昔それこそやっぱ安い時期は僕らもともとお金を浮かせるために全員裏方できるようになりましょう、うん、ああ、なるほど、自分たちでやればね、劇団だったんですよ、ただでできるから、舞台も舞台、照明、音響、衣装、ヘアメイク、小道具全部役者でやってたんですよ、へえ、すごい、でもそれだと逆に休憩になってくるパターン、あ、そうなんですよ、で、うん、それである時にそれこそアートコンプレックスの時代なんですけど、うん、はい、アートコンプレックスのプロデューサーにそろそろ辞めたらって、学生みたいなのを辞めたらって言われて、雇えって言われて、うん、雇い出してなんか借金がいっぱいできて話ができ始めて、人件費とかも多いですね、で、なんかようやく本当にでも3、4年ぐらい前からトントンのラインに乗るぐらいにできたので、それまではやるたびに赤字を作って、うん、そうなんですね、その時はもう法人、いや、法人は3年前ぐらいです、そうです、僕法人にしたタイミングぐらいでトントンになり始めたぐらいです、法人にしたのはそれなんか理由があるんですか、法人はぶっちゃけ演劇はあんまり関係なくて、あ、演劇というか公演は関係なくて、うん、あの演劇に関わる仕事をしてるんですけども、はい、僕が自分で営業して取ってきたりとか、うん、芸術鑑賞とかで、うん、個人で受けると源泉で引かれるんですよ、うん、はいはいはい、で結構な結構な引かれようですよ、あれ、結構な額が引かれるんです、言ってるので、うん、なんは、まあまあ、取られるので法人にしたら学校だとかを回ったりすると結構その公的なお金が入るから、そうなので法人にしておくとあの引かれなくて、うん、ね、まあまあいろいろとしやすいっていう、それこそ、まあ、法人にしてくれると一番いいメリットが、ね、大きい企業さんとお話をするときに話通りやすいんですよ、そうですか、ね、信頼があるから、本当ですか、はい、僕らはあの法人化してないんですけども、はい、大手の事務所さんの某、はい、俳優さんとかに出演のオファーをかけたりするときにやっぱり法人化してないっていう、まあまあ僕らのまあやり始めて歴が浅いっていうのはもちろんなんですけども、はい、っていうので、まあ、そこに理由つけられて断ることとかもあります、うんうん、正直どこの誰かみたいな、ね、うん、ああ、そういうことね、そうなんです、だから法人化はした方がいい人たちとするメリットと、まあ、するデメリットもあるので、うんうんうん、でも結構高いですよ、法人税は、うん、そうでしょうね、法人税が結構かかるし、毎回ね、全部あの報告しなきゃいけませんね、そうです、そうです、税理士さんとかやって、はい、なんか難しい、法人は考えたりしはるんですか、法人化は考えてますね、やっぱり、法人化は考えてるし、どっかのタイミングではしなきゃいけないだろうなとは思ってます、うんうんうん、ただその劇団としてっていうよりも制作母体としてやっぱりしなきゃいけないですね、やっぱりね、他の例えばまあ、学校鑑賞である、芸術鑑賞であるとかもそうだし、あとはまあ何かしらのレッスンをする際に法人化しておいた方がいいし、例えば企業のスポンサードを取る際にとか、銀行と話をする際にとかも法人化しておいた方が絶対に世の中的には信頼があるので、確かにそうですね、それは考えてますね、あとはいつのタイミングであるとか、例えばそのね、税理士さんつけるかの行政書士さんに頼むだのっていう感じがあるので、そこですよね、まあ人はいるけどっていうところで、すごいですね、うん、悩みの差が結構歴然な感じですね、いやいやいや、法人化は考えてらっしゃる、法人は考えてちょっとダメだ、じゃあカメラ自分で作れますよ、法人会社は、そうだから会社の作り方っていう本を持ってるんで、うん、100円でもできるんですよね。できます、できます、できます。そうですね。あ、それ見て、あ、いつでもできるなと思って。作るのはいける。そう。はい、2ページぐらいで閉じてやりました。やりました。いつでもいけるから。いつでもいけるわ。ね、すごいね。本当。で、どうするの？その2対2はどうしたんや。そうですね。ビジョン。東京に行く。東京。だから次の公演も東京公演のみでしょ？のみ。お、ちょいちょい東京公演のみが2回目？2回目。お三年分もね。大阪してない。どっちもやる。どっちも。うん、なるほど。行く行くは東京。両方できればいいんですけど。ベストは。そうなるとね。うん、
本当の借金になってくるから。ガチのやつ。ガチのやつになってくるから。それ公園で稼いだらいいじゃん。え？公園で稼いだらいいじゃん。かっこいいことよね。ちょっと嬉しい。公園で稼いだらいいじゃん。そうなんですよね。まあでもそう、おっしゃる通りだ。本当にリアルにそうかもしれないですね。東京行くだけでめっちゃ金かかりますよ。いくらかかん？80万ぐらい。さっき50万ベースで考えるっつったのに。あ、そうそう、50万ベースで。50万ベースで80万ぐらい。行く何費っていうのはあれの旅行費。まあ移動費も。移動費と宿泊費。宿泊費。宿泊費。で、大体1週間ありなんで、東京って。うん、はいはい。そうなってくると大体30万ぐらいなんですよ。11人ぐらい連れていくと。なるほど。そうなってると単純に30万オンされるっていう。そうですね。で、この50万ってあんま変わんないです、うんうん、劇場1週間借りても同じぐらい、なんか一緒ぐらいです、うん、で、30万円分、例えば今、もう一回出すと、うんうん、まあ、80万で東京も同じ値段でやってるんですか。東京はね、80万お客さんが、こんな値段でやってるとこないよって。で、ライブいくらの？東京はだって3000円以下とかで多分ほとんどないですよ。そうで、2200円の2対2なんで2200円にしとくかってなって、うん、で、前売りを2000円にしてるのかな、うん、2000円ですね。400人入れたらペイできるね。無理やな、この前140人ぐらいだった。おやつ半分いかない。いや、でも、うん、いや、東京やっぱすげえっすよ。何がどうすごかった？最初だ、知り合いがほぼいない状態で、はいはい、8万しかない。だから、そうそう、28万しかないから52万借金だよ、ほぼね、うん、そうなんですよ。で、まあでも確か140人って、でも多いのは多いなと思いますね。大阪から行った劇団でそう、だから予約が最初20なかったんじゃないかな、10何歩とかで、で、そっから？そうで、初日やって、まあ案の定お客さん10人ぐらい、うんうんうん、まあ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 、俺らの大阪での初演に比べたらこんなもんへでもねえと、うん、地元で俺たちパッて出てった3人でしたからねえってなりましたけど、おおおおお、で次の日、うん、まあなんかその僕らリンクス東京とかも行ってるんで、うん、その関係者が結構なるほど単位くれたりとか、うんうんうん、でポンポンと、まあ、18人とか増えた20人ぐらい、あ、ここまでは予想通りやなと前になった、で、まあ次の日もあれなんかでもちょっと増えてんな、最終日予約めっちゃ増えてて満席になったんですよ。おー、すごい。いや、それは実力があるってことですね、うん、そうなんですよ、まさにそれはやっぱりさ、なんでそうなんですよって言わさらっと言ったけど、数字と日数を追っていこう。はいはいはい、何日公演したの？あ、4日です。4日公演、はい、で、初日10人ぐらい、10人ぐらいですね、金、土、日、月、はい、次の日20人ぐらいやったような気がしますね。でその次もうちょっと30人ぐらいで増えて、で最終的に45、6人でパンパン、一応なんか僕らは30人ぐらいで考えてたんで、うんうんうん、あれ45、ちょ、話持っているかもしれないんで、ここなんかいや持って、持ってこう今大阪だから大丈夫だよ。いや45、6人になったわけだよ。切り替えが早いスパイン。いやでも、コメディー、でもその30人ってのはあの2回公演やってるから、土日は、じゃあ倍掛けしたらいいですね。とにかく初日はめっちゃ少なかったですね、うん、ああ伸びてたんですね。噂が読んでっていう、うん、噂とか口コミですよね。ほとんどやっぱ向こうのツイッターとか SNS を見てきましたとか、うん、チケットやってくれたことない、うん、コリッチ、コリッチ、うん、そうで、コリッチで僕らその時のランキング2位とかなったんですよ。上がったね、そんなに上がったんや、まあ、でもあれって絶対数からじゃないですか、僕ら多分7人ぐらいの評価で、はい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 、平均値が、いや、それでもまあそんだけの人が、そうなんですよね、すごいことです、はい、やっぱそうなんですよで、そういうのを見たっていう人がやっぱ東京は、しかも下北でやってたんで、うんうんうん、やっぱあれだよね、なんかよく話を聞いてて思うのは、はい、東京はロングで公演するんで、うん、あ、そうですそうです、1週間とか、はい、2週間とかで、なんでかっていうと口コミでだんだん面白ければ最終的にパンパンになっていくから、それでペイをする。逆に短い公演だとペイができない、それがないからっていうのがあるらしくて、で大阪とは全くスタイルが違う、本当にそうです、ね、大阪短期決戦バリバリじゃないですか。予約数が全てみたいなとこあるじゃないですか、もうほぼ予約数で、いや想像つかないですよ東京。いや面白いですよね、あれはほんまに。その代わり、あ、こはいってこういうことかってなる。で、どういうこと、思んなかったらこう減ってこないっていう、うん、あ、なるほどなるほど。でもいいじゃん、だってお芝居作る人なんてみんな最初から面白いもの作ろうと思ってやってんだから。そう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 、ね、面白くなかっ
いいもん作ったおめえが悪いんだからそれは客来ねえよ、うん、だからやっぱその新しいもんを、うん、なんていうか見ようみたいなその、うんうん、感激しに行こうみたいな風潮は明らかに東京の方があります、ね、確かに普通に道歩いてて下北だとあっつって入るもん、あ、そうなんですよ、それなんかまあそれあれ境内性っぽい感じのコーラと話してて、うん、いやなんかチラシ見て見たことなかったしなんとなくおもろそうなチラシやったんで来ましたっていう、敷居がすごく低いんですね、そうそう、なんか入り、しかも値段が安かったんで、うんうん、まあ、入りやすい、より入りやすい、失敗してもいいかって言われる、うんうん、そしたらめっちゃおもろかったですみたいな、で東京から大阪公演見に来てくれた人もいます、そんなに気に入っていただいた、いやだからむしろ逆に東京でやるべきなんだよ、ね、ああそうですね、聞いてそれをだから今の流れで例えばそれ2週間やってたらもっとすごい人数になってた可能性はありますよ、ね、だからもう2週間でやったらいいんだよだから本当の借金を1回すればいいんだよ、ああそうだよ自分の意見で喋ってほしいです本当の借金しないやろうかな、だって借金だって別に1週間増えたって30万増えるだけでしょ、劇場費で80万4人で割ったら1人20万じゃん、うん、20万1人余裕っすね、自分生活したって2ヶ月あれば返せるし、いや僕ら多分1ヶ月で返せますよ、すごいね、すごいっすね、はい、あそっか実家か、そうなんですよ、僕ら全員ほぼ実家に、素晴らしい、返せるすごいな、もうじゃないと死にます最強にいいと思う、親最強のスポンサーだから、ああ、うん、それ名言です ね、 ね、本当そうだと思います、そうなんですよ、でほとんどねやっぱうち次男ばっかりなんですよ、あ最強ですね、俺最強だ、世界的には全てが揃ってるんですね、長男はみんな大体しかり当たる、お兄ちゃんも結構ちゃんと一部上場の、あもう楽勝楽勝、マンションも買って、あーすごい、で、もうボンと正月に必ず帰ってくるぐらいの金はあって、もういいじゃん、じゃあもう親しゃぶれなくなったら兄しゃぶりゃいいじゃん、いや出産祝いやってて何でか僕に兄ちゃん時計くれましたいいよ兄ちゃん、すごいいいよ兄ちゃん、条件はすごく揃ってるんでしょうね、そう でもまあ親からとか金をもらうってことは、他者から金をもらうってことはうちは絶対やらないです、いやさんもかっこいいですよね、はい、それはさせないですし、うん、誰かに金借りるんやったら俺んとこ来いって言ってます、うん、いやですね、今度稼いで貸してやるからっつって、そうです、一応2対2がもし誰かが事故ったりした時に僕は20万常に置いてるんですよ、へえー、おーすごい、本当いいやつだねかっこいいね、男気あるし、やっちゃってるんですよそれがちょっと一人で放置してるんですよ、余裕もいやちょっと恥ずかしいんでやめてもらっていいですかいやでもだから本当東京公演やった方がいい、本当にはいやろう、いい宿舎教える、あ本当ですか、ありがとうございます、南千住っていうね、親っぽいところ、そう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 、なんか普通に機材の積み下ろしとかやっぱするじゃないですか、車で、はい、バーってやってたら大阪やろ俺も大阪におってんねやあれさっき見た、さっき見た、さっき見た、働いてるから完全にいっぱいいるんですか、計算みたいなやつがいっぱいいました、足立区ですかね、そう、で僕ら普通に駅行ってたら前に長橋君と徳山君のメンバーが歩いてて、そしたらまあ明らかにのおばあちゃんがそこに立ってて100円ちょうだいってずっと言われてました、おばあちゃん物くれたおばあちゃんじゃなくて、じゃなくてあいつくさいから嫌やとは言われてた、みんなまた喧嘩始まる、まあそでもそこは11人泊まって、はい、1週間で12万いかなかったぐらいです、待て、めっちゃ安いでしょ、いやでもバックパッカーの泊まるところ、ああ、飲み取りみたいな、でもうち女の子いるから、あ、うん、2階が男部屋なんですよ、3階が女部屋でオートロックなんですよ、あ、そっか、女性も行ってましたもんね、女性はの自分たちの組だけで部屋と取るやつを使ったりとかしたら そこ借り切れちゃったらもう取られる、で、女の人しか来ないんで、たとえアイデアになったとしても、ああ、なるほど、でも女の人もさ、はい、女性っていう広いカテゴリーなわけじゃん、はは、なるほどな、分かってます、よく分かってないですけど、うん、だから、はい、女の人でもああ、なるほどね、なるほどねじゃん、溶けるって言い出すやつ、分からない、バカにして友達バカにしてるわけじゃないけど、いやバカにしてくださいそのことは怖い、帰ってきたら点取ってきたら、あれいいやつ、それ友達としてねちゃんとやってあげたらいいと思うけど、だから分かんないから、そうですね、うん、でもねそこはその僕らは男は8人部屋があったんで、うん、それ丸々借り切ったんですよ、7人やったんですけど、素晴らしい、はい、で
その部屋を借り切ると一人無料になるっていう素晴らしいシステムやったんで、あちょうどいいやってなって、そうするとなんかね東京のコーラでもともと知り合いやったやつらとか飲んだ後に泊まっていけよみたいな、部屋借りてる、部屋を丸々借りてるんで、で女性もそのまあ6日ある中の3日間しか行けませんみたいな人のためにももう1週間丸々借りてたりとか、部屋を、そうなんですよ、あ部屋で借りれんねやったよね、そうなんですよ、だからもうそれでそれくらいなんでめっちゃ安いですよ、まあ、じゃあ東京東京公演やろうと思ってますけど、うん、己で見つけろっていう、あそれぞれで見つけさせて、僕東京住んでたこともあったりとか、東京から客円を呼ぶじゃないですか、ある程度ね知り合いの家を渡り歩くっていう、ああなるほど、せこい手段を取れるかな、そうですよね、まあ、でもそれが一番経費的にはかからない、ゼロ円なわけですね、めっちゃ仲良くなる、スタッフとか、みんな仲良くなった、確かに、ね、確かに、ね、それも利点かも、東京行った時めっちゃ仲良くなった、あそうですね、だって一緒のとこに僕ね、あそうだ僕全部逃げた、そうだ俺が上のストアハウスの朝のそこのあのエコダンとこに泊めてもらってる時に、僕いないです、いないですよね、まあ、ちゃんその公園俺らも行ってるんです、行ってるよね、はいはい、で俺なんかだからあのステラさんとか一緒に来て、劇団員ので飲んだりしてて、わーっつってお芝居の話して、うん、なんかしてたらね、はいはい、みんなもね、いや俺ら知らないですエコダ、え俺行ってないですもん、俺らは俺らでウィークリーマンション借りてた、あえそっちの時の方がいいとこ住んでんじゃんだってそれはイベントで行ってるから、あ金がそれしかかからないんで、はい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 、あ公演費はかからないんで、かかんで、ねね、じゃあいいとこに泊まろうよっつってそれでもあれですよ、あれでも5日間ぐらいですよね、そうですね、はい、泊まって10万ジャストぐらいですよ、2部屋借りて、何人で、6人で、ああでもそれ素晴らしいね、いやまあいいけど、なんかさっきのすごい南千住進めてた話が霞んじゃったなぁそうね、ごめん、いいよ、いやそれはなんかめっちゃ気持ち悪かったですけど大丈夫です、うん、なんかみんなそれそ、まあでも僕も泊まるならまあ一人で寝たい派だ、そうですよね、ああそう、それにもよるんだろうね、できるなら僕劇場泊をしてました、劇団時代東京公演年1回ぐらいやった時はもう劇場で寝泊まりして浮かせるっていう、ああでもなんかあのビッグツリーじゃない、グリーン、シアターグリーン、そうそう、シアターグリーン行ってて、シアターグリーン泊まれるんですか、シアターグリーン3階泊まれる、ただ寝具とかは何もないんで自分で寝袋持って行って、で床ちょっとあのふかふかの絨毯みたいな、うん、ね、あの会議室の絨毯のふかっとしてるやつみたいな、ね、そのままカッとって僕泊まってましたよね、昔なんか東京に連れてて、それやってましたね、やって、うん、気になるのが2体にはさ、うん、その劇団でこう客員さんとか大阪から連れてくわけじゃない、うん、連れてきますね、で宿泊費と、はい、移動費は全部出す、全部出します、ああそれはありがたい、飯だよ、出します、すごいですね、で僕らはもう昼飯とかは僕がもう弁当とかそれぞれ食ってこいってのが絶対嫌なんで、うん、みんなで食べたい、手作りのものをみんなで食うっていうのをしないと嫌なんですよ、へえ、いい嫁さんになるね、うん、まあ、でも僕作ってないんで、制作の中安くんっていうのがね、うん、朝早く起きてその人作ってくれ、こいつがいないと僕ら成り立たないそんな大事なもんそいつが全部してくれてました本当ありがたい、優しい、ほんと成り立ってるね、こいつがすごいですね、ほんと中安がすごいんですよ、でもそのだからそれはでも安昌くんが今リーダーじゃん、そうなんですよ、うんうんうん、で演出でもなく脚本でもなく制作でもなく役者でリーダーじゃん、そう、役者は一応なんていうんですかね、まあ看板役者が長橋にしてるのうちは、うんうんうん、はい、まあそうですね、でリーダーですね、はい、たけしじゃん、たけしのポジションだよ、関松リーダーで、はい、たけしリーダーの仕事って何なの、運転ですね会議とかするわけじゃん、はい、うん、会議とかするわけじゃん、はい、で会議とかして、はい、こう話を俺こうしたいあれこうしたい、はい、ちょっとワーワーなったりするわけじゃん、はい、その時にリーダーどうすんの、ホワイトボードですよ、ホワイトボードって、ホワイトボード出して、だからホワイトボードのあるとこでしか僕会議しないですからね、ホワイトボードに書いていきます、いろいろみんなが言ったこと、みんなが言ったこと、みんなの言ったことを書きます、で車の運転をします、する、絶対これ譲らないです、で誰かが事故った時の20万円を俺が出します、でコーヒー代も俺が出しますいや、リーダー一番最初に引かないといけなかったですね、今コーヒー か
瀬くん、はい、これ違う名前の方が大きくなってきてるよ。え、なんだなんだ、パシリじゃん。いや、でもそれは一般的な言葉に置き換えると、うん、まあ、パシリっていうものに当てはまるのかもしれないけど、うん、あ、これ俺の持論なんですけどね、うん、一番上に立ってる人間こそ一番泥すすれるポジションに行かないとダメ。いや、でもほんまそうやと思う、ほんまそうやと思う。それは正しいですね。多分僕のメンバーやったら僕が一番意見強いんですよ、うんうんうん、だから僕はあんま意見言わないようにしてます。で、僕はこいつらのことを信用しますし、うん、一応まあ今も言ったみたいになんとなく似たようには独立分担制してるんですよ、うんうんうん、もう脚本演出は徳山に任せてるし、うんうん、で、役者で客演とかも電脳長橋にお任せしてる、うんうん、で、制作とか当パンとかいろんなデザインは中安にお任せしてる、うんうん、じゃあ俺何が残ってんのか、運転しかなかったんですよ。いやいや、いろいろ、いろいろあるとは思いますけど。そうですよね、うん、はい、ほんとかっこいいと思う、そのやり方、うん、だから僕、もともと演出とか脚本とかやりたかったんで最初の方はやってたんですよ、でも2対2でやっていくためにはこのエゴはもう捨てようと思って僕まずやめたんですよ。それはすごいですね。で、制作やりたかったんですけど、うん、確実に仲良しのができんな、これも捨てたんですよ、うんうんうん、で、どうしようかなってなって思ってたんですね、やっぱ。いや、ああ、どうしようか、ほんとかっこいいと思う、うんうん、人が逆に集まってきてるのかもしれないですね、そういう意味で言うと、あ、でも売れたらやっぱりうちのメンバーとは戦いたいですけどね。戦うという、その作品で売れて自分たち自由なことができるんであれば、あ、まあ、ここでやっぱりやりで、やっぱこいつらが面白い作品変えてきたりすると嬉しいは嬉しいんですけど、1割ぐらい悔しいですからね、いまだに。めっちゃいい仲ですね。いいですね。いや、ほんと、みんなね、見に行こう、みたいな。それが一番かもしれないですね、うん、まず。あるもん、捨てられないエゴがあって今困ってるの、段階としては僕は。例えば？いや、やっぱ脚本演出やってるけど、うん、僕のブラックタイツ見ていただいた方は分かると思うけど、僕の脚本ってラグナロクで2作目なんで、うん、まだまだ未熟なんですよ。で、演出にしたって、まだまだ好きあるんですよ。ただ人を楽しませるってことに関しては誰にも負けへんという自信がある。それがあるから成り立ってるけど、僕よりじゃ単純に演出うまいやついるんですよ、ね、うん、なんかで、ブラックタイツのスタイル的に人から借りてくることは全然ありなんですよ。人に書いてもらうことも全然ありなんですよ。プロデュースを人にお任せするのも全然ありなんですよ。ただでもみたいな気持ちがね、うん、でも本当に番所君が言ったようなことを捨てられたようなことが捨てられへんから多分停滞してる部分っていうのめちゃくちゃあると思う。あー、うん、あー、なるほどね、うん、僕も捨てれない口ですね。捨てたいですけど、ね、あ、捨てたい、任せれる人、任せれる人に全部。そうそうそう、会社だってやりたくないですからね。最後に何そもそも普通に働いて暮らそうが楽だもん、うん、あー、それはあんまり思わないです、ね、思わない、はい、僕は同じ時間に起きるの無理な人なんで、あ、そういう意味で、いつでもバイトはできないなと思って。素晴らしい、はい、素晴らしい、素晴らしい、それ素晴らしい、素晴らしいダメ人間が、そうダメを肯定するためにいかに頑張ったかって言ったら、あ、ありがとうございます。素晴らしいと思います。ダメは別に悪いことじゃないです。はいはい、はい、そうは思います。ダメはダメな後でそのダメさをどう頑張るかっていうことをやったやつはいいんですけど、うん、やれないと、うん、まあちょっと残念なことにはなってます。そうね、あと続けるっていう、あ、続けるの、ね、続けるのやっぱ難しくない？毎年でも行けれみたいなのを起こしますよ結局。だから言ったらサラリーマンじゃないので、うん、今僕も今 まさに10月までなんですよ、自分の給料払えるのが、うん、10月以降ないので、この10月までに僕が仕事を作らないと僕は子供できるんですけど、うん、そろそろね、お子さんは11月です、収入がなくなると。ああ、大変ですね。これも11月に生まれる、はい、週に10月でストップ、はい、いっちゃやばいやん。あ、そうですね、20万円持ってるぜ。今日お友達になったってば。そうですよね。なんですよ、やっぱり家借りて、はい、嫁いて子供いてってなると、うん、まあ、月30は来るじゃないですか。うん、そうね、で自分の給料を払ってるって団体持ってるってことは、その間に関わってくれてる自分の劇団の周りの人にお金を払ってるってことですかね。ギャランティーで、うん、してくれたら払いますね。結局その後に出資は絶対残るわけですよ。出す分は絶対残っていて、
でその後で入ってくるもののめどっていうのはこれは大変なことで、うんうん、そうなんです。だから平気でやつらやつらっていうことでしたね。ちょっと9月に入りますよっつって11月とかに入ってくるから、はい、どうしようあ悩みがあるわけです、はい、そのお金が入ってくるって、お金が言ったらまとまってバーンと入ってくるから、うん、それが来ないと資金が切れるんですよ、うんうん、そうですね、社長の悩みですね。そうです、お金借りるって言ってもうバカらしいじゃないですか。だってどうせ、はいはい、だから入るって約束してくれてるやつなんで、うんうん、もう入らなかったら訴訟だみたいな感じなので、うん、なるほどね、っていうので胃が痛い。あそうですよね、はい、そうお金が入ってくれた時の安心感ってこういう仕事してると、お金がだんだんなくなっていって、あやべえぞっていう桁になった時の朝起きて不安な感じ。あ、そうです。それはそうです。あるあるなんだ、はい。かなりのあるある。やばいっす。もう皆さんこれはもう。ほらないない。朝一。最初からないもん。そう。朝一、うん、口座ネット口座見るみたいな。そうそうそう。そうですね。まあだからね、こんな仕事させてもらってると自分の分はまあともかく、まあなくなったらなくなったで自分一人で生きていく分なり、うん、いかに用にも稼げるわけじゃないですか、バイトなり。でもそうじゃなくてやっぱり頼んだスタッフさんであるとか客員さんであるとかにお支払いしなきゃいけない額があって、うちもまあ残ってる部分はもちろんありますけども、でそれを払えなくなるとその人の生活が困るわけじゃないですか。その人がこの朝の不安さを思ってるのかと思うと、いやもうなんとかして金稼がねえとなんつっていう話になってくるんですよね。っていうのはある？ない、うん、そこの違いですか。あるとチケット代を必然上げるわ、ね、かもしれない。だから意識的な部分が、きれいにシフトが埋まってるもん、バイトの全部のもうピチーって隙間なく。でもそれででもやっていっても全然4人の信頼関係とか今聞いた話だと、まあ、全然いいなありだと思うし、うんうんうん、売れるんだったらこのスタイルだなこの人って思うもの、うんうんうん、ね、東京公演ですね、ね、うん、このままこのまま行って東京もやって大阪もやってどんどん借金を膨らましていった方がいいんじゃないかなと、うん、だからもう借金を減らすのはやめよう、うん、あもう気にしないよ、うんうん、そうですねそれが結論かなっていう感じですね。そうね、うん、でもいつかねこうまたここに呼ばれた時にはね、そうそうそう、なんかすげえ売れてるやつになってたいですね、うん、そうですね、うん、いやでも売れるんじゃない、やっぱ売れる売れないもよく周り見て思うけど人間だなって思うから、あやっぱかっこいいと思ったもん今日話して、そうですね、やってで実際やってることと照らし合わせてみても、うん、この人のことをメンバーの人たちがすごく信頼してるんだなとか、うん、それだけできるってことはそれだけ支えてくれる人がいるわけだ、うん、ドロスすれるポジションで、うん、ってことはこの人が頑張ってるってことだし、うん、でそれを初手2対2さんが皆さんで頑張ってるってことはじゃあそれはとても素敵なことなんで、うん、その素敵さをどうやってみんなに知ってもらうかっていう話に持っていって、うん、でごめんねっつって、うん、これを買ってくれると俺ら助かるんだっていう、はいはいはい、募金みたいな赤い羽じゃないけど、うん、なんかアイテム1個作ったりでっかい缶バッジを作ったらいいじゃん、うん、サンキューって書いて投資してくれみたいな、サンキューっつって、うん、結構入場者プレゼントも昔作ってたんで、うん、バッチじゃなくてこうそれプレゼントじゃなくて募金としてああそうですか、カンパ制度でもいいかもしれない。逆にそうそう、お客さんに値段決めてもらうとお客さん気にするから好きなね、ああそうか気にするの気にする。一回あのいいねみたいなことをやってみようかと思ってバーってやってみたけど、うん、すっごいお客さん気にしたから、だしなんか逆にその悩みがある分煩わしくなってあるかもしれないけど、一口いくらでいいと思う、もう、はいはいはい、一口例えばもう500円って決めてやったら何口買いますか。でっかい缶バッジ1個原価100円80円くらいのもん作ってさ、うんうんはいはい、センキューって書いて、うん、それに手書きの手紙1個手間はただじゃん、うん、ありがとうって書いて入れといて、でそれを500円で夢缶っつって、うんうん僕らの夢買ってくださいって言って、はいはいはい、言っていたらすっごい買ってくれると思う。へだしそれがあることによってみんながバイトをちょっとでもしなくて済むようになるとか、うん、ロングの公演をできるようになることによって2対2自体が作品に集中できる環境が少しずつ整っていけば、はいはいはい そうね、それはお客さんに内容として還元できるし、うん、今のスタイルを崩さなくてもそうで結構ねそのグッズとかも考えてたりとかすんねんけど、うん、でやっぱお客さん呼んでるところって作品もまあもちろんのこと、うん、キャラクター作りうまいなって、あ人としてのキャラクター作り、お客さんとの関わり方、役者としてのキャラクター作りがめちゃくちゃうまいなと思ってて、
みんな、前ちゃんとか、ブラックタイツなんか、そうですよ、やっぱイベントやって、上映会であんなお客さんが湧くってのもないし、だからそういったそのキャラクターをね、バーって出せるってのが、そのグッズの販売にすげえつながってるような気がしてて、そうですね。うん、だからその出し方、うちって、どっちかというとキャラクターが出てるようで出さない。うちは結構陽よりも陰っていう感じなんで、引きの作品、ちょっとこうハスに構えて見方をちょっと変えてみたいなとかをやる作品が多いんで、で基本的に出てる僕と長橋もそういうスタイルなんで、やっぱ表にパンってウェーっていうタイプじゃないんで、そう、あんまりグッズとか作ってないし、そうそうそう、ポイントカードでね T シャツとかもらえますとかやったりとか、そう、10回見に来てくれたらもらえますとか。おお、でもそういうのいいよね、つながる作戦っていうのは、そうやったりとかは知ってたり、あとじゃんけん大会ね、じゃんけん大会、そう、もうちょっとで500万に乗るって時に、これ498万ぐらいだな、よし俺2万でタオル作ろうっつって、2万で何作ったの？タオル120本ぐらい作って作ったよ、ね、でじゃんけん大会して配ってやりました自ら言っとるのが、いや面白いわ、500万受けてやりました、面白いこの話だけで、いやでも待てへんかった、次の声まで待てへんかった話の我慢ならんっつって本当120本ありますからね、いやすごい、スタッフに20本ぐらいで、また100本あるから、えグッズ売りたいの、めんどくさいですね、だよね、多分でもしかしお客さんを例えば呼ぶためのキャラクター作り、例えばそのゼットンさんも客出しとかされますよね、はいはい、で、あのコスチューム着てとかね、はい、写真撮ってもらったりとか、はいはい、その場でグッズを売ってもらったりとかして、うん、それってやっぱり作戦ですよね、そうなんですかね、うちは陰キャラなんですよ、どっちかって、いやでもやっぱ売れ、やっぱキャラクターが売るってやっぱ売れますよ、ああそうかもしれないです、うちでも一応客出しはあのコスチュームじゃないとダメです。ジャージとかで出るのはやめてください。夢壊れるもんね。そうです、私嬉しいもんね、なんかでちょっとだけ素になってくれるやん。あそのキャラクターのまんま。でも完全にその例えば俺やったら番所正樹になるわけじゃなくて、そのキャラクターと番所正樹の半々みたいなんでそこにいてくれるから、なんかやっぱちょっと嬉しいもんね。あの人と喋れる。そう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 。おおみたいな。それでやっぱりそれっていつからやってます？これもうでもずっとですね。もう学生時代から引きずってるぐらいのレベルですよ。やっぱりグッズってそれでやっぱりお客さん買いに来られるわけじゃないですか。はいはい。で、そのやっぱりキャラクターと喋りたいっていう目線もあるだろうし、はい、でその人から買いたいっていうのももちろんあるだろうし、でそれで売れる。売れてるんですかね。あんまりねわかんないですよね。社長。あれ社長。え社長。俺よりちゃうか？グッズ収入何割ですか？グッズ収入は実は僕は公演収入には足してないです。足してない。はい、グッズ収入はもう一切足さずにやってるので、全部プラスが出たのは貯金に回して。なるほど。劇団貯金に回して。なるほど。素晴らしい。大してプラスになってないですけど。そんなに多くはないかもしれないですね。まあでもグッズは絶対苦労を出しますね。グッズもこれからは手を入れていって、今日いっぱいいろんなことが出ましたから、それででもまあありのままでもいいっていう感じかもしれないですし、ちょっとまあもう言っちゃうとお時間が お時間かなり熱く話していただいて、非常に興味深いお話いっぱい聞かさせていただいたんで、盛り上がった今日、えなんて、盛り上がった、盛り上がった、でも一番盛り上がってみんな男子がわーってなったのはあの盗撮した時。すげえおじいちゃんおじいちゃんおじいちゃんチェさんでじゃあ最後ね今日はうんうんぜもう綺麗一応まあとりあえずこれはこれで終わりますけど、まああの告知とかもありますんでね、順番にやっていただいてこっちのなんか終わろうかなはいいう感じでございますんで、はい、いやいいですね、どうしましょう、いきます順番に、準備のいい方から、準備のいい方、はい、僕何も持ってないんですけど、あじゃあどうぞ、10月の2、3に神戸で、やります、で12月の真ん中ぐらいに、ヘップホールで、おーやりますので、よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございます、すごいヘップか、明日、明後日、明後日イベントします。え、おお。あの自由なんとか空間シアターニャンっていうところで、ああ、シアターニャンですよね。っていうあの
四谷橋じゃない、西大橋、西大橋の近くのところでやりますので、でラグナロクという5月にやった作品のブルーレイができたので、うん、昼間にそれをカフェ経営しながら垂れ流してなんか普通にコメンタリーしちゃうんですけど、うん、ただもう上映会っていうのはあのアイビスペラネットさんっていうピスタチオのプロデューサーやってたトゥッコさんのところでもやってるので上映会という手はもう取らずやります。ただその上映するものに関しましては上映会が終わってから DVD を制作するにあたってガチンコで編集し直してます。さっき言ってたね、で僕のかなりそれでももちろん信頼してる方なんでとっても良かったんですけど、そこからさらにディレクターズカットみたいな感じでここはもっとこいつの表情を見せたいというところで10秒の中で4カットくらい変わるシーンとかあります。伝わってますね、だから本当にあれ超面白くなってると思うんでよかったら見に来てくださいというのと、夜はあの居酒屋経営をしつつあの普通に酒飲めます、で飯食えます。そこでほうほうほう、であとはカラオケ大会します。そういうのすごい寄り合いみたいなカラオケ大会をするんですけど、お客さんにじゃあ歌ってくださいっていうのも別に全然ありなんだけど、うん、こっちでカラオケの歌本を作っておきます。おで、はいはいはい、何かっていうとカラオケのなんとかダムみたいなやつを入れるんですけど、うん、あのやっぱりメンバーが歌える曲を10曲、20曲とかバーッと出してもらって歌本を作ります。ただ誰が歌うか書いてませんそうなんや、なるほどね、選んだ人によって何歌うんだって、それで、まだ発表してない情報これ出していいですか。はい、どうぞ。西原清美さん、おー、はいはいはい、超歌うまい、はいはいはい、カラオケ大会参加決定しました。本番近いのに出はるんですね。ありがたいですね、すごいなんか泣き崩して出てくださいスーパーから出まして、ね、出ていただけるようになりまして、だからすごく楽しみになると思います。若干まだあのキャンセルがちょっと出たので、あ、何枚か10枚はないですけど何枚かお席ありますんで、よかったらブラックタイツで検索よろしくお願いします。出てないです出ないご自分で、ね、出ない、はい、で、あとはでそれ昼の上映と、昼の上映もまだちょっとあるのと夜のあれがあるので、よかったら遊びに来てください、はい、28日金曜日にゃんです。金曜日の夜なんでも皆さん飲んでくれて大丈夫だと思います。であとは、9月の13日の日曜日に、ブラックタイツ、4年分マスケラっていう作品から桜心中からラグナロクってあるんですけども、それの曲が20曲くらい溜まってるのでライブします。おお、すごい、ライブハウスでライブをします。すごい、堺東のライブハウスライブしました。どうした、なんでそこやったん。いや、もうあの新世代橋のドロップさんっていうところね、ベースオントップっていうところの系列の店で借りようと思ってたんだけど、はい、なんかあんまり急に言ったから空いてなくて、はい、でもその系列の店で堺東に1店舗空いてるところがあって、中見てみたらキャパ150くらい入る、超いいです。すごい、そんなに。でうちの歌ってあの1曲2曲とか5曲3曲続けて歌ったら、うちの上野よし子さんっていう方がいらっしゃるんですけども、はい、あの喉が潰れるくらい限界のハイとローの限界の気がする。すごい、でブレスもしづらい曲なんで本当大変なんですけども、それを1日2回しやってくれるっていうことになりまして、すいませんっつってお願いしますいいやってんよって言って女気味してくれてやってくれるんですけど、それがありまして、東京から竹熊文子さんをお呼びしたりとか、藤原真由美さんっていうミュージカルの歌を歌ってらっしゃる方とか、あとは僕が歌ったりとか橋口君が歌ったりとか、MC とそして歌もですかね、大塚紀之さんが出演しました。おお、素晴らしい。あとはもう何かちょっと遊びで出てくれたら面白いなという企画が、今これあります。映ってるかな。9月13日ブラックタイツザライブというのがありますけど、今映ってますか。あ、こっちの話ですか。こっち、ブラックタイツ。俺ずっと俺今こっちにずっと喋ってたよ。こっちちょっと、どっちもどっちも。あ、じゃあ皆さんブラックタイツザライブというのがありますので、よかったらブラックタイツで検索を。あ、ない、よろしくお願いします。ここでね、はい、はい、昼と夜の2ステージ、1回でその30曲くらい、20曲バーってやると死んじゃうんで、さすがに昼と夜に2回分けて、両方違う演目なんだよね。セットリスト違う、同じ曲は被ってません。すげえ。でもちろん違うなんか遊びの曲もやりますけれども、うん、それはそれで皆さん楽しみです。で今回ライブハウスなんで、劇場ってこうお席に座ってこう乗れても、うん、くらいなんですね。でもやっぱりうちの曲って皆さん乗りたいと思うので、多分あのなんてサイリウム的なものをこうブルバリン的に挟んでこういうこと、そんな人おる？わかんないですけど、こういうイエーイとかもできるし、ちゃんとこういうのもできるし、こういうのもできるし、だからすげえ楽しいと思うんですよね。だからライブハウスやからもちろん、もちろん、あとフードもちょっとやっぱりブラックタイツでは楽しそうですね。あります、あります。
あの私今チケット持ってるんで、あの泉さん後であの3000円くれたらチケット渡します。すごいなありがとうございます、はい、っていうのがありますので、よかったら9月の13日日曜日栄東ゴイスっていうライブハウスで、はい、ブラックタイツザライブ、昼公演と夜公演の2本立て、1回あたり3000円プラスワンドリンクにはなりますけれども、皆さん3500円分の以上の楽しみは絶対に提供します。皆さんではっちゃけて楽しい夏の名残に大きな花火打ち上げましょう。よろしくお願いします。9月30日ブラックタイツザライブドーン、はい、ありがとうございました。すごいよ、すごい、名人芸、名人芸ですね。すいません、すいません。マジさんは締めていただく、まあ、僕は下北沢オフオフシアターというところで10月16、17、18、19の4 days、東京公演のみということです。ちょっと意識してる？ちょっと。まあ本当にあの大阪から来てくれた方には特別割引があるかもしれないですね。これはどうですか？領収書出したら旅費くれるとかそういうことない。全部領収書切れるんや。望みで言っていいな。経費ない。切れるんや。ないすごいんですよ、こう俺らのこう生き方もね、うん、すごいと思うよ。いや本当かっこいいと思うよ、芝居人として。いや本当、新幹線で行ってるんですか？いや行ってるんです、行ってるんです。運転するでしょ？あ、運転します。運転でハイエース借りて、いや、ちっちゃい車に荷物全部乗っけて、普通の乗用車ですよ。バンジョ君の車、はい、に全部乗せて、はい、普通のコルトとかその辺のクラスのやつに上キャリアつけて、おルパンみたいになってる、はい、ルパンみたいな、上乗せみたいな、荷物乗っけて、うん、後ろパンパンにして、うん、だから後ろの後部座席がそれ、はい、長なりますと、ね、いうことで10月の16から19、下北沢オフオフシアターで、2対2東京は26市というのをやりますんで、よかったら見に来てください。どうもありがとうございました。はい。というわけで、はい、じゃあもう次回の告知いきますか。あ、そうですね。うん、はい、カメラの調子が良くなくて、今音声だけ言ってる感じで。わかりました。音声だけで。はい。まあでも次回の告知と言ってもそんなにね、ないんですよね、実はね。そんなにないって。ふわっとしてまして。はい。ふわっとしてまして。あの、ちょっと真面目な話やろうかって言ったんですけど、うん、あの、なかなかね、うまいこと。キャスティングができてなくてですね、はい、まあまあ、アンプと演劇みたいな話をやってみようかということを言ってたんですけど、なかなかこううまいこといかないので、はい、うん、来週もじゃあ来る、ね、練ってますって感じです。そうですね、はい、まあそんな感じで、はい、また変わったら変わったで、変わる可能性がないってことかでは、はい、いますんで、またよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ長々とありがとうございました。ありがとうございました。キラキ Hello, everyone.